ほぼ無差別か。クソ。ところに来てくれました。女王陛下の要件で王都に来てくれたんですね。はい。状況は現在軍の守備隊が東街区と西街区で交戦中です。かなり厳しい状況ですが、今任せるしかないでしょう。皆さんは城に向かった執行者たちを追ってください。でも市街の方はいいのか。この付近の街路にいた人々はギルドに避難してもらいました。他の街区でも軍の部隊が避難誘導をしているはずです。そうなんだ。だったら申し訳ないけど城の方に急がせてもらうわね。ええ、よろしくお願いします。そうだ、よければありがたくいただきます。ブーンもくれぐれも気をつけてください。先に進もう。城のようだからかなり大変ではあっただろうな。ご苦労様といったところかしら。どうする、やっぱりバテルマテルを呼ぶ。おいおい、あんなデカブツ呼ばれたら俺たちが楽しめねえだろうが。ここは俺に任せとけ。どうするの。まあ
イト流の奥義。大道芸みたいなもんさ。さてもう一度。まさか縄文が。もう持たんか。クローニア助艦長、急いで陛下を上級にお連れするがいい。おじさま。リュナ、あなた、私とてリベル王家の一員だ。その権威を犯そうとする者を黙って見過ごすことなどできぬ。ユリアがおらぬ今、ここの指揮は任せてもらおう。ですが。グズグズするな。キャツらは陛下とそなたの身柄を奪おうとしているのだ。女王と王太女の身柄をな。今そなたが優先すべきは陛下とそなた自身を守ること。己の使命を全うするがよい、小娘。おじさま、わかりました。おばあさま、ヒレダさん、急いで女王宮に向かいましょう。ええ、わかりました。リューナ、くれぐれも無事で。神をも恐れぬ狼藉者。どうかご武運を。フィリップもどうか気をつけてください。お気遣い痛み入ります。閣下、お見事でした。このフィリップ、今この時ほど閣下にお仕えしてよかったと思ったこと。大げさなやつめ。公爵閣下の執事にして元王室親衛隊大隊長、フィリップ・ルナールと申します。通用するか分かりませんが、せめて人たちは浴びた。これは面白い。少しは楽しませてくれそうね。した後だ。おそらく野生狼のゼロ。ゼロ距離からの寸形だ。マジかよ。なんていうか強さの次元が違うって感心してる場合じゃないわ。なんとか連中に追いつかないと。エッセル、
ち壊すぞ。
せい。中に
安心しました。陛下たちは女王級に どうか。大丈夫。気絶しただけだ。急ごう。クローゼたちが危ない。あれが女王級のようだ。つまり終点というわけね。たあいもねえ歯ごたえがあったのはあのジジイくらいじゃねえか。確かに。でもメインたち4人相手に勝ち目があるわけないじゃない。おバカさんのいいところ。そういうものではない。誇り高き忠義とは。彼のようなものを言うのだろう。それにデュナン公爵とやらも少々噂とは違っていたようだ。そうね、少なくとも放蕩者には見えなかったわ。すぐに気絶してしまったのはご愛嬌だったけれど。来たぞ。ユリア隊長がいてくれたら。弱音を吐くな。親衛隊の誇りを見せろ。雑魚どもだ。さすがに強ざめね。そうだわ。誰が一番早く女王様たちを捕まえられるか競争しない。ほう、それでは。
ほう、君たちか。クローゼ女王様。エステルさん、ヨシュアさん、皆さん、よく来てくださいましたね。さあ、間に合わなかったか。あんたたち一体どういうつもりなの。クローゼたちを放しなさいよ。それはダメよ。だって教授に個人的に頼まれちゃったんですもん。教授に個人的ということは復員計画には関係そうみたいね。思っていた以上にみんなの元気がいいからいろいろ試したくなった。元気がいいって。各地の通信を部分的に回復させたみたいだけど、どうやら教授はそれがお気に召さなかったらあなたたちの苦しむ姿を。もうそんなことのために王都を襲わせたっていうの。あの人らしい確かに悪趣味だとは思う。ただ浮遊都市の制圧がレーベ一人に任せられてな。暇になったから引き受けたってわけだ。バルト、貴様。話は分かりました。ならば私一人を旅衆にすれば済むことでしょう。どうかクローディアは解放していただけませんか。いけません、おばあ様。囚われるならば私が。確かに教授の注文はどちらか一人だったはず。さてさて、いかがしたものか。あら、確かあなたは姫殿下にご出身ではないの。カゴの中の鳥は、ま、囚われていてもなお輝く気品。あんたたち、そんなこと絶対にさせないんだから。笑わ、仮に人質がいなかったとしても俺たち全員に勝てると思うの。今度会った時にはまとめて殺してあげるってちょうどいい機会だし、ここで殺しちゃうんだけど。抑えて、エステル。彼らの言う通り、戦力差はどうしようもない。ここは勝機を伺うしかない。無駄だ、ヨシュア。あるいは君の恩用ならば我らの隙をつけただろう。そうして姿を見せた状態では私たちのいくら漆黒の牙でもね。そうだね。でも隙をつくのは僕がする必要もなさそうだ。何？え？やあ、みんなご苦労だったね。陛下、殿下、遅くなって申し訳ありませんでした。シード中佐、よく来てくれました。ほう、牽制に連なるものか。あともうちょっとで蓮たちの隙が作れたのに。ああ、正直ショックだよ。まさか今の打ち込みが返されてしまうとはね。いいね。せっかくだから俺たちとこのまま遊んでいくかよ。いや、遠慮しとこう。自分はあくまでおとりに過ぎないからね。何？間に合ったか。 あなたは。おいおい、なんとまあ。久しぶりだ。だが今の私は階級を剥奪された服役中の黒字犯に過ぎない。大佐と呼ぶのはやめてくれたまえ。やめてくれたまえ。
って。イシャール殿、お久しぶりですね。陛下と姫殿下も双剣そうで何よりです。すでに重傷から話を聞いておられるとは思いますが、どうか一時の間この逆賊に。もちろんです。よろしくお願いしますね。ありがたき幸せ。もう何が何だか僕たちが知らない間に事態が動いていたみたいだね。牽制を継ぐ二人、そう、漆黒の牙と腕利きの遊撃士たちか。少し遊びすぎたかしら。こちらとしては助かった。ちなみに市外の方もすでに手は打たせてもらったよ。これより人形兵器と両兵団の掃討を始める。市民の保護および正規軍の支援は最優先で行いなさい。イエスマム。諸君、この後に及んで我々とやり合うつもりはあるかも。地形にいらないわ。こうなったらアテルマテルを呼んで。やめたね、レン。我らは木を逃したのだ。これ以上こだわるのはいささか美しくなかろう。女王陛下と姫殿下の確保も確たりとね。ここは引きましょう。仕方ねえな。それでよい諸君、我々はこれで安易。次なる試練はすでに君たちの前に控えている。気を抜かぬように従え。次なる試練、何をそれ。すぐにわかるでしょう。それでは皆さん、聞いてくれたか。うん、これで両兵どもも市外深追いができないのが残念だが、まあ贅沢は言うまい。うん、でそれよりもどうして大佐がこんな場所にいるわけ。服役中なんじゃなかったの。だからもう大佐ではないんだが。とりあえず今はこの混乱を収めるのが先決だ。君たちも手伝ってくれないか。うん、それはもちろん。まずは消火と怪我人の手当てをする必要がありそうですね。
先ほど話に出たように、全てはカシウス准将の指示でね、王都に危機が訪れることを前もって察知されていたんだ。だが動力兵器が主武装である正規軍では守りきれそうにない。そこで白兵戦の経験が豊富な特務兵の投入を決断されたわけだ。無論服役中の我々を投入するための名目は必要だ。そこで我々は王都へ護送中に今回の騒動に巻き込まれて、結果的に市街を守った形になる。なるほど。で、どう考えても無理があると思うんですけど。どうやら陛下たちはご存知だったようですね。ええ、この件に関してはカシウス殿と話し合いましたから、後々さまざまな批判を受けてしまうとは思いますが、国民の安全には変えられません。何よりもリシャール殿の愛国心を私は信じることにしました。もったいないお言葉。そっか、そういうことなら。そういえば私たちをお城に呼んだのはそのことと関係していたんですか？ええ、それもあります。実はクローディアのことでお伝えしたいことがあったのです。え？クローゼの？はい、自略式ではありますが、今朝立体女の儀を済ませました。今の私はリベール王国の次期女王という身分になります。え？よく決心したね。いえ、ただのわがままなんです。エステルさん、ヨシアさん、学園のみんなを助けてくださったそうですね。本当にありがとうございました。あ、うん、でも協力したのは私たちだけじゃないわ。アネラスさんたちやジークも助けてくれたしね。そうみたいですね。事件のことを知った時、私は自分に何ができるのかを真剣に考えさせられました。大切な人たちを守るために自分が何を果たせるのかを。それが王位を継ぐことだったんだね。はい、未熟な私には王国すべてを背負える力も自信もありません。それでも私が王位を継ぐことで大切な人たちを守る、そしてそのことが結果的に王国を守ることにつながるなら、そう思い立ったんです。そっか。クローゼ、おめでとう。とうとう自分の道を見つけることができたんだね。エステルさん、ありがとう。でもまだまだ未熟ですし、自分に何ができるのかも分かりません。困った時には力をお借りしてもいいですか？そんなの当たり前じゃない。第一、未熟なのは私たちも同じなんだし。君が今まで僕たちを助けてくれたのと同じように、必要な時はいつでも力。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとう。自分の愚かさが今更ながらに答えるが、未来を担う若者たちの可能性に気づくこともなく、あんなことをしでかしたのだから。リシャールさん。何を言っているのです。あなただって未来を担う若者のうちに入るでしょうに。陛下、ご冗談を。申し上げます。どうした、市街で何かあったのか？いえ、そちらの方はなんとか収拾が、両兵たちもことごとく王都から撤退した模様です。ならばどうした？先ほどハーケンモンと連絡が取れたのですが、国境近くに帝国軍の軍勢が集結し始めているのだそうです。え、やはり来たか。軍勢というのは、現時点で集結しているのは一個師団程度のようですが。
うやらその中に戦車部隊が存在するらしく。なんだと？ちょっと待て、動力停止現象の中でどうして戦車が動かせる？まさか結社と同じ技術を使っているの？いえ、どうやら動力機構を搭載していないタイプのようです。観察した限りでは蒸気機関で動いているとか。蒸気機関？内燃機関よりも原始的な蒸気の力を使う発動機だけど、オーグメントの普及とともにすぐに廃れちゃった発明なの。そんなもので動く戦車などどの国も保有しているはずがない。動力戦車と比較するとあまりに経済効率が悪いからな。ならば答えは一つ、秘密裏に帝国内で製造されていたわけ。それってこの事態を見越していたということか。では結社の連中が言っていた次なる試練というのは？ええ、おそらくこのことだと思います。そして彼らは今度の事件で王都を人質に取ってしまった。その気になればいつでも王都を狙える、そういう意図もあったわけか。加えてもう一つ、おそらく父はあなたの存在を隠し札として考えていたはずで、緊急事態が発生した時に自分の代わりに派遣できるとっておきのジョーカーとして。ですがそのカードはすでに切られてしまいました。見食らう蛇、そこまで狙っていたのか。おばあ様、どうか私を派遣門に行かせてください。え？クローゼ、ここで動かなかったら私たちを逃がすために負傷したおじさまたちに申し訳が立ちません。必ずやおばあ様の代理として帝国軍との交渉を成し遂げてみます。わかりました。不戦条約は締結されたとはいえ、王国と帝国の間の天秤は未だ不安定と言えるでしょう。今回の事件はさらに大きな揺り戻しにつながりかねません。その天秤のバランス取り。はい。だったら私たちも一緒に付き合ってもいいですか？え？王太女殿下をハーケン門まで無事送り届けさせていただきます。それと万が一戦争が起こりそうになったらできるだけの協力はしてるぜ。無論ギルドの規約により戦争には協力できませんが、中立的な立場からの仲裁ならいくらでもさせてもらいましょう。皆さん願ってもないことです。どうかよろしくお願いします。はい、どうかお任せください。エステル君、ヨシア君、結社の動きに関しては我々に任せておいてくれたまえ。たとえあの巨大人形が王都に現れても対処できるよう万全の体制を整えておくつもりだ。二人ともよろしくお願いします。説明してもらおうか。ゼクス・バンダール中将、なぜこのような場所に帝国軍の師団がやってくる？締結されたばかりの不戦条約、よもや忘れたとは言わさんぞ。モルガン将軍、説明していただきたいのはむしろこちらの方です。何？先日より帝国南部の町で
動力機が働かなくなるという異常現象が続いている状態です。そしてそれは謎の巨大構造物が被告の古城に現れてからという確かな報告が届けられています。これは一体どういうことですかな。どういうことも何も、今お主が言った通りだ。我々も突然現れた災厄に混乱しきっている状態にある。どうやらそのようですな。そしてその災厄が帝国領土を犯しているのも事実。ならば我々がここにいる理由も理解していただけると思うのですが。お主ら、我らの弱みにつけ込むつもりか。そのつもりはないと一応言っておきましょう。異常現象に乗じて怪しげな犯罪組織が王国内でバックをしているとも聞いています。不戦条約を結んだ同盟国としてなんとか力になれないか。帝国政府としてはそのような意向のようです。たわごと。ならばその戦車は何だ。蒸気によって動く戦車などわしは今まで聞いたことがない。どうしてそんな代物をこの状況で都合よく連れてきた。それは軍事機密と申し上げておく。だがこの戦車があればこそ市民たちの不安も和らげられるし、帰国どうかご理解いただけませんか。お気遣いとても嬉しく思います。な、姫様、どうしてここに。モルダン将軍、ご苦労様です。どうかこの場の交渉は私と。ですが。それにどうしてお主らまでいるのだ。一応クローゼの護衛なの。それといざという時には仲裁をさせてもらうつもりです。未熟な私の交渉役は務まらないかもしれませんが、ですが王太女としての務めを果たすべき時だと思うのです。どうかお願いします。わかりました。ですがいつ牙を剥くかわからぬ軍、いざという時はすぐに門に逃れる準備をしてくだされ。わかりました。どうやら交渉相手が変わったようですな。見ればやんごとなき身分のお方とお見受けいたすが。お初にお目にかかります。私の名はクローディア・フォン・アウスレーゼ、リベール女王アリシアの孫娘にして。これは失礼いたした。自分の名はゼクス・バンダール、エレボニア帝国軍第三師団を任されているものです。あなたがご有名は耳にしております。あのおじさん有名なの。赤眼のゼクス、帝国でも五本の指に入る名称だ。しかし以前殿下のお姿を写真で拝見したことがあるのですが、おぐしをお切りになられたのですが。恥ずかしながら立体女の儀を済ませたばかりの身。身に余る重責に立ち向かうための小娘の決意の表れとお考えください。いや、しかしそのお姿もとてもよく似合ってらっしゃる。改めて
王太女殿下におかれましては誠におめでとうございます。ありがとうございます。して王太女殿下がどうしてこのような場所に？モルガン将軍と同じように我々に抗議するおつもりですか？いえ、そのつもりはありません。帝国南部の方々もさぞかし不安な思いをなされていることでしょう。夜の闇、寒さ、情報の途絶、どれも不安をかきたてるのに十分すぎる出来事でしょうから。ですが、考えていただきたいのです。このまま帰国の軍隊が我が国に入ってきた場合の問題を。ただでさえ帰国以上に全土が混乱しきっている状況です。そこに隊はないとはいえ、動揺する市民は少なくないはず。帰国の善意が誤解されてしまうのは私あまりにも忍びないのです。ですが、目下私たちはこの異常現象を解決する方法を最優先で模索しております。また九段の犯罪組織についても自力で対処できている状況です。不戦条約によって培われた友情に無用な亀裂を入れないためにも、どうか私たちにしばしの時間をいただけないでしょうか。残念だが、それはそちらの事情でしかない。王子、ここは私が引き受けよう。下がっていたまえ、中将。お目にかかる、クローディア姫殿下。エレボニア皇帝ユーゲントが一子、オリバルト・ライゼ・アルノールという。皇帝の一子って、王子様ってこと？知らねえ、知ってたの？知るわけない。てっきり帝国から派遣された諜報員だと思ってたわよ。オリバルト王子、名前だけは存じていましたが。王子とは言っても死がなき諸子でしかないのでね。公式の場に出ることも少ないから顔を知らなくても不思議はない。しかしそうは言っても少しばかりショックではあるな。縁がなかったとはいえ、かつての縁談相手の顔くらいご存知かと思ったのだがね。なんですって？そうか、大佐が進めていた話か。そうでしたか。存じなかったこととはいえ本当に申し訳ありません。まあ女王陛下の預かり知らぬところで進められていた話だとは聞いている。そのことは別に気にしていないが、だが今回の事態は見過ごせないな。クローディア姫、今帝国本土でどのような噂がささやかれているかご存知かな？いえ、過分にして。ならば教えてあげよう。彼方に見えるあの巨大構造物、あれが王国軍の新兵器という噂だ。リベール軍が動力を止めてしまう画期的な新兵器を実用化したそうだ。彼らはそれを使って10年前の復讐を企てているらしい。こんな噂がまことしやかに流れているのだよ。誤解です。私たちはそんな。ならば
誤解であることを証明できるかね。できないのであればこちらもそれなりの対応をさせてもらうしかないわけだ。それどころか噂の通りならば不戦条約を隠れ蓑にした重大な背信とすら言えるだろう。正当防衛もやむを得ないと思わないかね。いい加減にしなさいよ、エステル。お姉ちゃん、さっきから聞いてれば勝手なことをペラペラと。オリビアだってこっちの事情は大体分かってるんでしょ。どうしてそんな意地悪なことばかり言うわけ。エステルさん。おや、なんだね君は。私のことを知っているようだが、どこかのパーティーで会ったかな。いや、貴族にしてはいささか品位に欠けるな。どこからどう見ても庶民の娘でしかなさそうだ。で、何者なのだね。上等じゃない、あくまで白を切るわけね。そっちがそのつもりなら私だって考えがあるわよ。ほう。私の名前はエステル・ブライト。リベール遊撃士協会に所属する B 級遊撃士よ。あくまで中立の立場からこの問題に介入させてもらうわ。エステルさん。なるほど、遊撃士だったのか。B 級ということはかなりのベテランのはずだが。信用できないとでも。いやいや、これは失敬。それで中立の立場からというが、この状況で何をするつもりかね。あの浮遊都市がリベールの兵器じゃないことをここではっきりと宣言するわ。支えるコテの紋章にかけて。ほう、大きく出たものだ。確かに遊撃士協会の発言には無視できぬ影響力があるが、果たしてその宣言にどれだけの根拠があるのかね。根拠も何も私たちがこの目で見てきたことだもの。浮遊都市を出現させたのは今もリベールで暗躍しているミクラウヘビという結社よ。私たちは王国軍と協力して彼らの陰謀を止めるため戦ってきた。なんだったら詳細な報告書を帝国政府に提出したっていいわ。そのように言われては少々考えざるを得ないが、どうやら肝心なことが抜け落ちているのではないかな。え、仮にその結社とやらが犯人であったとして、この異常現象を止める方法が果たして君たちにあるのかね。それはないのであれば我々としても手をこまねいているつもりはない。幸い蒸気戦車に搭載しているのは火薬式の大砲でね、あの浮遊都市を落とすにはもってこいだとは思わないかね。冗談でしょ。大砲なんかであの巨大な都市を落とせるはずないじゃない。やってみなくては分かるまい。いずれにせよ一つか、君たちには我々の善意と正義を退けるだけの根拠も実力もないということだ。ならば証明すればよろしいのですね。ほう。この状況にあってあの浮遊都市を何とかする可能性を提示できれば、私たちにしばしの猶予をいただけるのですね。一時的ではあるが、そうせざるを得ないだろう。もし。落ち着け中将。不戦条約を結んだ相手に当然の礼儀というものだろう。それに証明できればだ。はそれでは君たちが可能性を提示できたら
一時的に撤退することを約束しよう。黄金の軍馬の紋章と皇族たる私の名にかけてね。その言葉しかと聞きましたぞ。今の声はひょっとして。ああ間違いない。おいおいマジかよ父さん。これが現時点で我々が提示できる可能性です。どうぞじっくりとご覧あれ。父さん、カシウス・ブライト。ゼクス少将、久しぶりですが。おっと、今では中将でしたか。そんなことはどうでもいい。どうしてこんなところに。それよりもその船は何なのだ。どうしてこの状況で空を飛ぶことができる。それは国家機密と申し上げておきましょう。貴国がどうして蒸気戦車を保有しているのかと同じようにね。これが噂のアルセインか。そして貴公がかの有名な。お初にお目にかかります殿下。何やらどこかでお会いしたことがあるような気もいたしますが。奇遇だな順将。私もちょうど同じことを感じていたところでね。それはそれは。まったく。王子。クローディア姫、エステル君。私も誇り高きエレボニア皇族だ。先ほどの約束は守らせてもらおう。すぐにでもこの付近から帝国軍の全部隊を撤退させる。オリビエ、感謝いたします。しかし可能性を示されただけでは我が帝国市民も納得すまい。ここは一つ私自身がアルセイユに乗せてもらって。お王子。王子自らの視察とあらば帝国政府も納得しましょう。いかがですクローディア殿下。もちろん願ってもないことです。リベールとエレボニアの友情もさらに固く結ばれることでしょう。歓迎いたします。オリバルト王子殿下。王子、一体どういうおつもりか。久々に顔をお見せになったかと思えば、このような猿芝居を。やっぱりバレちゃった。当たり前です。よもや王子がリベールでこのようなことを企んでいたとは。ミラ、お前がついていながら何事だ。お言葉ですが王子、この男も俺の言うことなど素直に聞くとお思いですか。それに俺も少々納得ができないこともある。ハーメルの悲劇、今度の一件で初めて知りましたよ。やはりご存知でしたか。先生があの事件を知らないはずがないだろう。当時からすでに軍の重鎮だったのだからね。いやいや先生、あなたを責めるつもりはないよ。
一部の主戦派が企てただけで、先生たちは一切関与していなかったという話だからね。あまりにひどいスキャンダルゆえ、徹底的に行われた情報規制、賛成はしかねるが納得はできる。臭い者には蓋を、女神には祈りを、国民には国家の正義をというわけだ。だが同じような欺瞞を繰り返すことは許さない。先生、あなたも本当は気づいているはずだ。唐突すぎる蒸気戦車の導入、そして不自然極まるタイミングでの出動命令、全ては鉄血宰相ギリアス・オズボーンの描いた絵であることを。今回のことで確信したよ。彼は間違いなくミクプソのことが帝国にとってどのような影響をもたらすかは何とも言えないが、いずれにせよ一個、王子、まさかあなたは。そのまさかだ。10年前に頭角を現して帝国政府の中心人物となった軍部出身の政治家、帝国全土に鉄道網を敷き、いくつもの自治州を武力併合した冷血にして大胆不敵な改革者。帝国に救うあの怪物を僕は退治することに決めた。今度の一件はその宣戦布告というわけだ。なんということを。王子、それがどれほど困難を伴うことであるのか。それはもちろん、政府はもちろん軍の7割が彼の傘下にあると言っていい。先生みたいな中立派を除けば反対勢力は衰え始めた諸侯のみ。さらに立ちが悪いことに父上の信頼も厚いと来ている。まさに怪物と言うべき人物さ。ならばなぜ。彼のやり方が美しくないからさ。リベールを旅していて僕はその確信を強くした。人は、国は、その気になればいくらでも誇り高くあれる。そして僕の祖国と同胞にも同じように誇り高くあってほしい。できれば先生にもその理想に協力してほしいんだ。王子、大きくなられましたな。男子3日合わざれば刮目してみようとも言うからね。ましてや先生に武術と兵法を教わっていた時から7年も過ぎた。少しは成長したということさ。そうですな。撤退に関しては了解しました。ただし我が第三師団はあくまで先駆けでしかありませぬ。すでに帝都では最小閣下によって十個師団が集結しつつあります。今日を入れて三日、それ以上の猶予はありますまい。ああ、心得た。ミュラー、お前も王子について行け。危なくなったら首根っこを掴んででも連れて帰るのだぞ。ええ、元よりそのつもりです。全軍撤退。これより第三師団はパルムシ郊外まで移動する。イエスサー。やれやれ、これで少しばかり時間は稼げたか。それにしても本当僕って信用ないんだね。当たり前だアホ。正直
ここまで大げさにやらかすとは思わなかったぜ。どうせやるなら派手な方がいいしね。それに君だって律儀に準備を進めてくれただろ。いわば甘い蜜を吸い合った相思相愛の共犯者というわけだ。おぞましいことを言うな。オリビエ、いやあエステル君、ご苦労様だったね。ご苦労様じゃないわよ。一体何がどうなってるわけ。どうしてもこうしてもまあ見た通りのまんまさ。帝国内で怪しげな陰謀が進行していたものだからね、ちょっと一芝居を打って出鼻をくじいてやったわけだ。一芝居ってあんたね。敵を欺くためにはまず味方からというからね。君たちとの本気の交渉を経て、あのタイミングでアルセイユが来る。これが今回僕とカシウスさんが考え出したシナリオだったのさ。やっぱりそうだと思いましたよ。ま、そういうことだ。父さん、そう怖い顔をするな。動力通信で聞いていたが、なかなかの交渉ぶりだったぞ。おかげでアルセイユの登場が効果的に演出できたからな。動力通信で聞いてたって、まさかあのアーティファクトで。おっとシェラ君、それは言わないでくれたまえ。彼に聞かれると少しばかり面倒だからね。何をしらじらしい。今さら隠したって遅いですわ。での襲撃は聞きました。本当にご無事でよかった。ごめんなさい、心配をかけてしまいましたね。いや、アルセイユの改造がもっと早く終われば、思っていた以上に時間がかかってしまっての。じゃが皆無事でよかったわい。そりゃどうしてアルセイユが空を飛んでやがるんだよ。ひょっとしてゼロ力馬8世紀の大型版なの？その通りじゃ。お前さんたちに渡したのは大型版を開発するために試作したプロトタイプでな。今までアルセイに閉じこもってようやく完成にこぎつけたんじゃ。そうだったんですか。要するに何もかもが父さんの差し金だったわけね。人聞きの悪いことを言うな。俺はただみんなが動きやすいようにお膳立てをしただけに過ぎんす。お前たちも自分自身の意思で今まで行動してきたんだろ。それはそうだけど、そういえばケビンさんがどうしてここにいるわけ。なあ、ぶっちゃけ大聖堂に騎士団本部からの連絡が届いてな。輝く輪がどういうもので、どうすれば最悪を抑えられるか、大体のところが分かってきたんや。それをカシウスさんに話したら、こんなところまで付き合わされてな。え？輝く輪の正体ですか。ああ、輝く輪っちゅうのはあの浮遊都市そのものやない。都市全体に動力を行き届かせてコントロールする古代物らしい。そしてその端末があのゴスペルだったわけや。都市を管理する古代物で、でもどうしてそんなものが動力。これは推測やけど、輪は外界に存在する異物を排除する働きを備えてるらしい。この場合異物っちゅうんは現代に作られた新たな動力機。影響範囲内にある異物をことごとく無力化する、いわば防衛機構といったところか。その可能性は高いじゃろ。
そしてそれが本当なら、あの巨大さゆえ都市そのものをどうにかするのは困難じゃが、都市のどこかにあるという和の本体さえ発見できれば対策の立てようもあるはずじゃ。なるほど、そういうことですか。確かに巧妙かも。いい感じで最終目的が定まってきたようじゃないか。それでは早速アルセイユであの浮遊都市を目指すわけだね。それを決めるのはアルセイユを所有するリベール王家になりますな。姫殿下、どうかご決断を。わかりました。これよりアルセイユはバレリア古城に現れたユリア隊員発進の準備を。了解しました。そして遊撃士の皆さん、どうか窮地にあるリベールに皆さんの力をお貸しください。おそらくこの件に関しては最後の依頼になると思います。まあ答えは決まっているようなもんだな。ここは一つ代表者に答えてもらうとしようか。ん？代表者？あのな、エスタ、お前のことに決まってるだろ。何を面食らってるんだか。確かにそれぞれ個人的な因縁は持っているけれど、でもなんだかんだ言って私たちはみんなあんたの旅に付き合わされたようなものよ。その意味ではエステル、お前さんは間違いなく俺たちのリーダーってわけ。やれやれ、まだ荷が重いんじゃないか。そんなことはないよ。どんな時もエステルは前向きに、決して希望を諦めずにいてくれ。その輝きはどんな時でも僕を、だからエステルじゃなきゃダメなんだ。ちょっとヨシュア。お姉ちゃん真っ赤だよ。ああもう分かったわよ。クローゼの依頼慎んで受けさせてもらうわ。必ずやあの浮遊都市にある輝く輪を見つけ出して。よろしくお願いしますね。やれやれ、なんとか話がまとまったか。これで俺もようやく司令部に戻ることができる。父さん、やっぱりついてきてくれないんだ。ああ、悪い。一時的に撤退したとはいえ帝国軍の脅威は無視できん。ハケモンだけではなく海からの侵攻の可能性もあり得る。もちろんオートで起こった結社の襲撃も予想できるだろう。この状況で王国軍を留守にするわけにはいかんのだ。うん、分かってる。私は私で頑張ってくる。ヨシアとそれからみんなと一緒にね。だから父さんも倒れない程度に頑張ってね。ああ、任せておけ。ヨシュア、お前にはこれを渡しておこう。え？これは？ま、ちょっとした親心さ。男と男の話だから、エステルには刺激が強すぎるかな。何よそれ。わかった。後で読ませてもらうよ。ああ、そうするといい。まったくもう、男っていうのはこれだから。まあそうすねるな。全てのケリがついたら俺も休暇を取るつもりだ。その時は久しぶりに家でのんびりと過ごすとしよう。その時はエステル、またあのオムライスを作ってくれ。うん、任せといて。
いいのか、カシオス。そんなに心配ならば行ってもよかったのだぞ。いや、いいんです。例のワイスマンという男、持っていた以上私が同行していた場合、おそらく手段を選ばないでしょう。確実に抹殺してくるか。やれやれ、お前も随分変われたものだ。まったく、えらい迷惑ですよ。ですが、逆にそこにつけ入る隙が出てくるでしょう。虚実入り混じった呼び合いか。鉄血宰相の方はどうだ。あちらもあちらで厄介な個人ですが、まあこちらがこれ以上隙を見せなければ大丈夫でしょう。うん、そうか。全てはアルセイユの一行にかかっているというわけだな。ええ、レナ、それに空の女神よ、あの子たちの足元をどうか照らし出してくれ。この大いなる空の下、自らの道を見つけられるように。安定翼格納完了。そのまま最大戦速まで加速しつつ、古城の浮遊都市に向かえ。イエスマン。敵の迎撃があった場合は。そうですね、困難ならば強行突破を行いますが、都市への着陸を最優先とします。了解した。ちなみに自分に敬語は無用だ。階級はともかく、こうして砲術師として手伝っている以上、機関の指揮下にあるのだからな。了解した。へえ、ミュラーさんって砲術師なんかもできるんだ。帝国軍で最も動力化された機甲師団で鍛えられたからね。顔に似合わず、その手の業務は一通りこなせるわけさ。顔に似合わずは余計だ。なるほど、そういうことか。ところでオリビエってば、いつの間に着替えちゃったの？帝国王子として視察するんじゃないんですか？そんなのただの建前さ。これが終わったら、僕の自由で優雅な時間は終わりを告げてしまうからね。せめてそれまでは気楽な格好でいさせてもらうよ。最後のモラトリアムというわけか。ああ、エレボニアの国民が知ったらどう思うことやら。僕としては知られても一向に構わないのだがね。どうだい、記者君たち、リベル通信ですっぱ抜いては。おっと、いいんですかい。だったらバンバン写真撮っちゃいますけど。頼むから、そいつのザレ言をいちいち真に受けないでくれ。それはともかく、どうしてナイアルたちがいつの間に船に乗ってるわけ。龍事件の時のようにおばあ様が手配したんですか。ええ、お察しの通りです。陛下がカシウス准将に口添えをしてくれましてね、従軍記者扱いで上官させてもらったんですよ。ハーケンモンでの姫様たちのかっこいい姿も撮っちゃいました。現像楽しみにしててくださいね。ありがとうございます。やれやれ、どうにも緊張感がねえな。そういえばおじいちゃん、ゼルリギバ8世紀の調子はどう？
うん、今のところ順調じゃ。何も起きなければ浮遊都市に着陸するまでは持ってくれるじゃろう。ちょっと待った。ってことは何か起こったらヤバいとか。うん、問答無用で墜落じゃろうな。さらっと言わないでよ。レーダーに反応あり。ステルス化された艦影が5つ急速接近してきています。来たか。グロリアスに搭載された高速艇みたいですね。うん、敵のステルスもなんとか見破れたようじゃの。手法展開用意。最大戦速のまま強行突破する。立ち塞がる艦のみ撃破せよ。イエスマム。250アージの超ド級艦が接近中。それって例の箱舟ってやつか。ヨシア君、グロリアスの基本性能と武装は分かるか。機動性、最大戦速ともにアルセイユには及びません。ですが強力な手法に加え無数の自動砲塔に守られています。攻撃防御ともに完璧でしょう。4時方向へ全速離脱。敵戦艦の追撃をかわしながら浮遊都市の上空を目指せ。はい、マン。グロリアスの射程圏内から離脱しました。怖かった。さすがに緊張したわね。うん、もうドキドキだわ。でもこれで敵の妨害は全部かわせたんじゃないかな。いや、油断しない方がいい。ああ、常識は通用しねえ相手だ。最後の最後まで気を抜かねえ方がいいだろう。前方に雲の切れ目。浮遊都市の上空へ出ます。都市上空に到達しました。すごい。これが古代ゼムリア文明の成果ですか。想像以上の代物やな。うん、向こうの方に巨大な柱のようなものが見えるな。おそらくこの都市にとって重要な施設の一つであるはずじゃ。着陸するならまずはあの近くがいいかもしれん。了解しました。
エコー、周囲の状況はどうだ。はい、50セルジュ以内に敵艦の反応はありません。グロリアスも完全に引き離せたと思われます。よし、ルクス、速度を落としながら前方の柱付近に着陸す。はい、マム。あれ、どうしたの、ドロシー。なんだ、観光クォーツでも切れたのかよ。ああ、うん、それは大丈夫ですけど、なんか向こうの方から変なものが近づいてくるな。何？嘘。なんだあれは。さあ、見せてもらおうか。希望の翼が折られた時、お前たちに何が示せるのかを。大丈夫か？あ、よかった。大丈夫、どこか怪我していない？あ、うん、ちょっと肘をすりむいたくらいだけど。みんなは？ま、なんとか無事だぜ。大丈夫です。やれやれ、スリル満点だったね。さすがにダメかと思ったわ。九死に一生を得たといったところか。そんなにたくさん食べられないですよ。はあ、たく。こら、ドロシー、もう朝だぞ。はい、ナイエル先輩。そちらの方はどうだ。問題ない。なんとか無事じゃ。問題ありません。こちらもなんとか。死ぬかと思いました。まさに奇跡だな。それともただ手を抜かれただけなのか。そうだ、さっきアルセイユを攻撃した黒いやつに乗ってたのって。あ、間違いなくレーベだと思う。やろうか。となると確かに手を抜かれたのかもしれんな。ヤッコさんがその気だったら完全に撃墜されていただろう。なんか複雑ね。そういえば私たちどこに落ちたんでしょう。浮遊都市の終焉部のようですが。まずは外に出て状況を確認した方が良さそうですね。
ここってこれはもう取って取って取りま。おいおい、観光クォーツを使い切るなよ。しかしここはえらく浮世離れした場所、都市中よりは庭園といった方が良さそうや。そうですね、大都市における公園のような場所なのかもしれません。た、確かにそんな雰囲気だけど、それにしては同じような場所が遠くまで続いてるんですけど。やれやれ、とてつもないスケールだね。ジーク、よかった、はぐれたのかと思ったわ。大丈夫、私たちも平気よ。どうやら私たちは浮遊都市の最西端に不時着したようです。そしてグロリアスはちょうど反対側の東端に停泊しているみたいですね。アルセイユの損傷はそこまで深刻なものではない。動力機関はほとんど無傷じゃし、反重力発生機関の損傷も軽微じゃ。じゃがスタビライザーをはじめ細かい動力系統に不具合が生じておる。このままではまともに浮き上がることもできんじゃろう。そうですか。とにかく人手をかき集めて修理を始めるしかないだろう。及ばずながら自分も協力させていただく。かたじけない。アルセイユはそれでいいとして、問題はこの都市のどこかに存在する輝く輪の方だろうね。どうやら結社の方は着々と準備を進めているようだ。はい、彼らの手に輝く輪が渡ったら、どまあどう考えてもろくなことにはならないでしょうね。今までのことから判断する限り。違いねえ。すぐにでも動いた方が良さそうだ。だが闇雲に動いたらかえって混乱を招く恐れがある。ここはやはり探索班を組むべきだろうな。確かに、まずは移動ルートを確保しないと輝く輪も探しようがないしね。どうしたのヨシア。いや、なんでもないよ。とりあえず探索班にはバックアップも必要だと思います。アルセイユに戻ってきたらすぐに交代できるようにするのが望ましいかもしれません。そうだな、私も探索に加わりたいところだが、今はアルセイユの修理が急務だ。当面の役割分担を話し合う必要。それではエステル君以下4名のメンバーに探索をお願いする。何が起こるかわからないから、くれぐれも無理はしないでくれ。大丈夫、心配しないで。まずは移動ルートの確保を優先的に行います。よろしくお願いする。残りの者は待機メンバーとして船体の修理を手伝ってもらい。はい。おっと、そうじゃ。ちなみに朗報が一つあってな、どうやら浮遊都市の上では動力停止現象は起こらんらしい。アルセイユから離れていても戦術オーブメントが使えるはずじゃ。ほ、本当？どうしてわかるの？実は例のゼロ力場発生機が不時着の衝撃で壊れたんじゃが、それにもかかわらず艦内の装置を問題なく動かすことができたんじゃ。どうやらケビン神父の推測がおよそ当たっていたようじゃな。輪は外界に存在する異物を排除しようとする機能を備えている。
つまり都市の中にいる限りオーブメントも異物としては認識されんっちゅうわけですな。そういうことじゃ。よかった。さすがに探索している時にアーツなしじゃきつそうだし。それでは館内にある工房施設も使えそうですか？そちらも問題ない。さらなるオーブメントの改造も可能じゃから立ち寄るがいい。了解。わかりました。さてと早速館の外に出て探索活動は。ああそうだね。ごめんエステル、いろいろと装備を切らせてて補充しなくちゃいけないんだ。少し待っててくれるかな？あ、そうなんだ。なんだったら私も付き合おうか？いや、それには及ばないよ。30分くらいで戻るから休憩室で待っててくれるかい？そっか。じゃ、待ってるぞ。やれやれ、君もいい加減罪作りやね。すみません。謝るんならエステルちゃんに謝り。ほんまにええんか？もう決めたことですから、ケビン神父、どうかよろしくお願いします。ったく、しゃあないな。よし、時間もないことやし、とっとと医務室を借りるか。あ、ヨシュア。お待たせ、ちょっと遅くなったかな。それはいいけど、ヨシュアってばなんだか疲れた顔してない？こまごまとした補充に結構手間を取られてね。大丈夫。それならいいけど。よし、それじゃあ出発しますか。一応動いとるが、念のために少し機嫌を伺ってからしばらく非常灯のままじゃが、辛抱して作業を進めてくれ。了解です。そうね。お前さんたちも興味深い発見があったらすぐに知らせてくれ。
Thank you.